ドジャース前田健太バラエティ旅ロケで飾らない素顔を披露。MLB ロサンゼルスドジャースの前田健太投手、28日、26日放送のフジテレビ系、10人旅チルダイズ、熱海、伊東の人気観光スポットを遊び尽くすチルダ590に出演。メジャー1年目の今年、16勝という大活躍を見せた前田が帰国後初のバラエティロケに臨んだ。今年4月、雨上がり決死隊、上戸彩ら総勢10人の有名人が自由気ままに旅をしたスペシャル特番、旅人は10人の人気者初めてのお泊まり旅員南房総、2回目となる今回の舞台は伊豆、熱海、伊東。前田は雨上がり、小沢和弘、スピードワゴン、劇団ひとり、出川哲朗、トレンディエンジェル、中岡総一、ロッチ、浜口勝、よいこ、の人気芸人9人と共に興奮の面持ちで旅を楽しんだ。特に前田がクローズアップされたのが、旅の2日目、広大な敷地の中で様々なアトラクションが体験できる、伊豆グランパル公園、そこへ向かう移動の車中で、芸人たちが前田に質問攻めだ。将来、日本に帰ってくるの、メジャー1年目、正直どうだった、日本ですごいと思うバッター派。好きな女性タレント派など矢継ぎ早に聞きまくる。1年目の16勝は正直、できるとは思っていなかった。勝ち星はやっぱり運もあるので、2桁は大丈夫かなと思っていたけど、行ってからの方がレベルの高さを感じた。みんなすごくて結構落ち込んだ。うわ、チルダ、きついって。